無所属の会の菊田真紀子でございます。新潟県4区選出でございます。大臣におかれましては日頃大変ご苦労様でございます。もう時間がありませんので早速質問に入らせていただきます。消防庁に確認をいたしましたところ、昨日の段階の速報値として今冬の大雪で72名の方がお亡くなりになっています。私も改めてお亡くなりになった方々に心よりご冥福をお祈り申し上げます。私の地元新潟県でも死者17名、重軽傷181人という、大変な災害になっております。雪による雪害はこうした人的被害にとどまらず、農業や日々の中小企業の活動、地域経済への影響も大変に大きく、個人資産の損失もあります。まさに大変な災害にほかなりません。私も毎週地元に帰りますと、通常30分ぐらいでたどり着ける場所、これが雪道の凸凹道、のろのろ渋滞でありますので、1時間とか1時間半とか、2倍3倍の時間がかかります。また学校もたびたび通学路の安全が確保できないということで休校になり、子どもたちの学業にも支障が出ています。ガソリン、そして灯油、雪国では欠かせないものでありますけれども、これがどんどん値上がりをしているということもあり、生活的にも経済的にも大変苦しくなっている。断水もありました。こんな大変な雪に埋もれているときに、もしも火事が起きたらどうなるんだろうか、もしも病人が出たら救急車は入ってこれるんだろうか、そんなふうに毎日毎日まさに生きた心地がしないような状況の中で、今雪国の人は必死に耐えているわけであります。先ほど来いろいろお話もありました。まず大臣にこういう深刻な状況について、まさに災害だという認識をしっかりお持ちいただきたいと思いますが、大臣の見解を最初にお聞きしたいと思います。小此木国務大臣。冒頭に委員からですね、この冬の雪で72名の方がお亡くなりになっている、大勢の方が被害に遭われている現状の話がありました。まさにそれだけとってみても私は大災害だと、こういうふうに思っております。先ほどの質問の答えでもお話をいたしましたけれども、特に今までにない降雪量だということを感じた方々のところでもですね、屋根の雪下ろし、除雪作業、こういったことは毎年毎年行われているんでしょうけれども、特に思いもよらなかった雪という中で、政府としてもその除雪のするときの注意喚起、こういったものは発信しているところでありますけれども、やはりお年寄りの方を中心としてといいますか、特にお年寄りの方が多いわけだったわけですけれども、そういう中での被害、亡くなられた方が多いということが発生しています。そういう中で今後も引き続き関係地方公共団体、関係機関と協力連携をいたしまして、もちろんここにいらっしゃる委員の皆様方のいろんなお訴えもできる限り受け取りながらですね、対策に講じてまいりたいと思っています。菊田真紀子君。はい、ありがとうございました。先ほど来除雪費、地方自治体がもう膨大な除雪費に苦しんでいるというご指摘がありました。これは連日の降雪に加えまして、人手不足という問題があり、それに伴って除雪作業員の労務単価が年々上がっている、大変高くなっているということも大きな要因だというふうに考えます。私の地元の新潟県も県が管理する道路の除雪費が当初予算の66億円を大きく上回りまして、現段階で85億円を超え、過去最高の125億円に迫るペースです。予算を上回っても除雪をやめるわけにはいきませんので、新潟県としては補正予算の編成や知事の専決によって対応をしているのが実情でございます。先ほどの質疑の中で総務副大臣は3月交付の
特別交付税を2月26日に前倒しして交付すると答弁をされました。ぜひ地方自治体の負担にならないよう全額手当されるよう格段の配慮を私からもお願いをしたいと思います。今一度総務省の見解をお聞かせをいただきたいと思います。奥野総務副大臣。先ほど来伺ってますと菊田委員の地元の新潟は大変な状況のようで、私のところの手元にあるデータを見ても福井の次に新潟市が大変大きな雪害に見舞われているというふうに伺いました。亡くなられた方あるいは怪我をされた方被害を受けられた方に心よりお見舞いを申し上げる次第であります。で今回の大雪の被害に遭われた多くの地方団体の長の皆さん方が大臣のところあるいは私のところへ陳情においでになっている事実も肌で来られるものですから、その被害の大きさについては肌で感じているところであります。で今お申し出の地方団体の除排雪経費でありますけれども、おっしゃる通り普通交付税の算定において、標準的な所要額を措置するとともに実際の所要見込み額が普通交付税の措置額を超える場合には3月分の特別交付税により措置するというのが一般的な手法であります。しかしながら、総務省としては地方団体の除排雪経費の実態をもっと丁寧に普通より丁寧に把握してしっかりと対応してまいりたいと思っています。先ほど申し上げたとおり大雪に見舞われた地方団体の積雪の状況や要望を踏まえて3月分の特別交付税の繰り上げ交付は積極的に考えていきたいと思っておりますし、今朝大臣が記者会見で申し上げましたけれども、3月23日に決定をしてこの繰り上げ交付をですね、それで26日に現金交付する方向で検討しているということを事実として申し上げさせていただきます。どうぞ頑張っていただきたいと思います。菊田真紀子君。はい、副大臣ありがとうございました。3月じゃなくて2月ですよね。はい、はい、はい、副大臣失礼しました。2月26日はい、はい、菊田真紀子君。はい、前倒しして交付していただけるということで大変ありがたいと高く評価をしたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。年によっては大雪に関わる自治体に対する道路除雪費補助の臨時特例措置というものが行われています。近年では平成25年度26年度にこの臨時特例措置が行われました。その経緯及び特例措置の内容について国交省にお答えをいただきたいと思います。さらに本日石井国土交通大臣が自治体を支援するため道路の除雪費用に対する補助金を追加配分する方針を先ほどの閣議後の記者会見で明らかにされたと伺っています。この追加配分する補助金はどのようなものなのか、先ほど申し上げた臨時特例措置と同様のものなのか国交省の説明を求めます。秋元国土交通大臣政務官。委員ご指摘のとおり平成25年および平成26年に臨時特例措置については配分を行ったところでございます。25年につきましては4県89市町に約49億円、26年につきましては日本海側が中心となって大雪になりましたので委員のご地元新潟県の市町村も含めまして約59億円を配分したところでございます。今年の冬は委員も先ほど来ご質問しているとおり大変な大雪全国的に見舞われておりますので、大臣が本日支援の検討に必要な降雪の状況や除雪費の執行状況等を把握する調査を開始するということを発表したところでございます。その結果を踏まえまして適切に対応してまいりたいというふうに思っております。菊田真紀子君。ちょっとまたいろいろ聞きたいところもあるんですけど他にも質問したいので、また改めてにしたいと思います。
JR 信越本線が止まったという件に関しまして、先ほど大臣からもお話がございました、冒頭。1月の11日でありますけれども、私の地元、新潟県三条市におきまして、JR 東日本信越本線の普通列車が雪のため、15時間半にわたって立ち往生し、430人の乗客が車内に閉じ込められてしまいました。改めて当時の状況について、簡潔に説明をしていただき、その上で再発防止について、お考えを述べていただきたいと思います。防災担当大臣と国交省にお願いします。はい、小此木国務大臣。おっしゃるように、1月11日の出来事でございました。15時間半のその運転再開までに要した時間、430名に与えた影響、大変なことだと思っております。本事案は1月19日に国土交通省から JR 東日本に対して再発防止策の確実な実施を指導するとともに、全国の鉄道事業者に対しても必要な措置を行うよう指示をしたものと認識しております。各鉄道事業者には災害時における利用者の利便と安全の確保を行っていただきたいと思います。秋元国土交通大臣政務官。委員ご指摘のとおり、1月11日に大変な事態になってしまったわけでございます。国土交通省といたしましては、1月19日に同社に対しまして、運転再開と乗客の救出の対応を並行して行うことを徹底すること、また状況に応じまして、関係機関に支援を要請すること、バス事業者や関係機関との協力体制を整備すること、状況に応じて迅速な除雪が行えるように、除雪車の出動準備、除雪体制の確認を行うこと、1月末までにこうしたことを報告するように指導をいたしました。これに対しまして、JR 東からは1月31日に、除雪の作業と並行して早期救出の手配を進めることとし、最近の大雪につきましては、対向運転を実施した等ですね、着実な成果が出ているものというふうに認識をしているところでございます。はい、菊田真紀子君。先ほど申し上げましたように、18時56分夜ですね、列車が動かなくなった。そして翌日の12日午前10時26分まで、この再開されるまで、テレビのニュース等で繰り返し現地の様子が中継をされておりました。ですね、例えば朝方の2時43分になって、やっと水、それから、ずっと立ちっぱなしの人がいるわけですから、そういう方たちがすぐちょっと座れるように段ボールが配布をされた。そして朝方の4時になって、非常食としてカロリーメイトが配られた。でその間 もうトイレ、車内のトイレはもう満タンの状況でありましたので、やっと朝の5時になって、このそういう状況が明らかになったということで、車内にいた人は私たちが思う以上に大変な困難だというふうに聞いております。JR 東日本から私もいろいろ聞き取りをしましたけれども、例えばですね、各バス会社に応援をお願いしたんだけれども、夜間の手配ができない、運転手がいないということで断られてしまったとか、あるいは急病人が発生したときには、消防に連絡したけれども、一般の乗客の救出のためには連絡していなかったとか、それからもうこの日は雪が降りますと言われていたのに、日中のその除雪をやっていなかったとか、後から考えるとですね、もう本当にいろんなことが重なって、こういったことを次起きないように教訓として生かしていかなきゃいけないというふうに思うわけでありますけれども、これは先ほど申し上げましたように、テレビでもずっと中継をされておられましたけれども、立ち往生している間に内閣府担当の方、それから国土交通省の方はどのような対応を行ったんでしょうか。乗客の救済等具体的な指示を行ったのかどうか、当日の対応について事実関係を教えてください。内閣府海堀政策統括官。
お答え申し上げます。内閣府におきましては、国土交通省あるいは、国土交通省を通じて JR 東日本などの状況について即時、情報収集を行っておりました。情報収集だけ。秋元国土交通大臣政務官。国土交通省の方はですね、運輸局の方が午後9時ごろに一報を受けました。その後我が省といたしましても情報収集し状況の把握を行いまして、随時本省にもそうしたものは報告が運輸局から上がってまいりました。省内関係者に情報提供し共有をして、1月12日には本省鉄道局から JR 東に対しまして乗客の救済や運転再開に時間を要したことについてしっかり検証するとともに再発防止策を講じるよう指示をしたところでございます。そして、先ほどの答弁でも申し上げましたとおり1月31日に JR から今後こうした対策をしていくという報告が上がりましてその後いろいろな事案がさらに起きましたけれどもそこにおきましては、このような事故を起きたからこその知見を生かした対応がなされたものというふうに思っているところでございます。菊田真紀子君。はい、情報収集やっていたとか翌日になってから、ね、指示を出したということでありますけれどもこの社内にはですね翌々日の大学のセンター試験を控えている学生さんもおられましたしもちろん高齢者の方もおられて運よくね具合が悪くなって倒れたりとか命を失うということがなかったということだけであって私はやっぱり政府のその危機対応というのは鈍いと思いますよ。情報収集だけじゃなくてまず乗客を 救出するべきだという指示を、ね、出すべきではないかというふうに思っております。それでですね、もちろん JR 東日本にも反省していただきたいと思いますし教訓を生かしていただきたいと思いますがこれは全国どこでも起こりうることなので今後もですね引き続き国交省としても指導をしていただきたいしっかりと監視していただきたいというふうに思っております。それでこの事案が発生した後ですね今度はたびたび JR 本線の列車が運休になってしまっているんです。もちろん降雪がありますし安全が確保できないということがあるんだろうというふうに思いますけれどもこういうことが起こると過度に萎縮してしまってまたこういうことがあるとまずいので、無理をせずに電車を動かさないようにしよう運休にしてしまおうということになってしまうとですねこれまた住民の方が大変困るわけです。通学通勤通院ですね地方においては列車が1時間にたった1本しか来ないような路線もたくさんあるわけで、そういうことからすると過度に萎縮しすぎて、市民生活に住民生活に影響がないようにしていくこともまた大事だというふうに思いますしやむを得ず運休するときにはバスなどそれぞれの会社の枠組みにとらわれずに代替の交通手段が確保されるようこれはJR 東日本とか新潟県に任せるだけじゃなくて国としての体制をやっぱり整備すべきではないかというふうにこれを機会にですね思うわけでありますが国交省のお考えをお聞きしたいと思います。秋元国土交通大臣政務官。委員おっしゃるとおりですねまずはしっかりとその住民の足という部分を認識を強く事業者には持っていただきまして運行が継続されるよう努力することが大切だというふうに思っております。このため今回 JR 東にしっかりと指導した中で JR 東さんの方でもカメラの増設や日中の除雪巡回列車巡回による的確な状況把握等の除雪体制を強化していただいたところでございます。しかし一方でですね、駅間で停車するというようなことが起きますとこれはまた今回のような大変な事態になってしまいますので、この辺の考え方というのは、なかなか難しいところがあるんだろうというふうに思っておりますけれども、今回、万が一その除雪が追いつかずにですね、駅間停車がまた起きてしまったということになってしまっては同じような事態になってしまうわけでありまして今回の運休の判断については妥当なものであったというふうに認識をしているところでございます。
そして委員の方からもう一つご指摘がございましたけれども、まあ、広域にこうバス事業者に対して何か国交省としてアクションするべきではないかというご指摘がございましたけれども、近隣のバス事業者に対してですね、代替輸送をお手伝いできませんかというようなことを国交省が間に入ってですね、お願いをして、そういうことを実現をしてですね、その地元のバス事業者だけでは運送機能をこう果たせなかったという部分を近隣にもお願いをしたことで近隣の県からですね、応援を出していただいて、輸送実現したという事案も実際に今ございますので、まあ、こうしたものも今回はたまたま新潟県の方ではそのようなことができなかったわけでございますけれども、まあ、しっかりと今後こういったことが二度と起きないように、まあ、横展開をしてしっかりと進めてまいりたい、まあ、そういったことを指示を徹底してまいりたいというふうに思っているところでございます。はい、委員長、時間が来たのでやめますけれども、来週もまた雪です。まだまだ厳しい冬が続きますので、ぜひしっかりと管理して監視していただきたいと思います。終わります。ありがとうございました。はい。